藤井聡太棋聖と菅井達也八段の対局に、藤井武志九段がまさかの言葉を。じ早速言ってみましょう。将棋の藤井聡太棋聖が4月18日、東京都渋谷区のシャトーアメーバで行われた第41回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦1回戦で菅井達也八段を103手で破った。19日に、 誕生日を迎える藤井棋聖は17歳最後の対局タイトル獲得後の初戦を白星で飾った準々決勝では,豊島,準々決勝では豊島正行二冠と対戦する対局は藤井棋聖の先手で開始菅井八段との一局は居飛車対振り飛車の対抗形で進んだ藤井棋聖は珍しく穴熊で 拳人を引き、終盤以降は激しい攻め合いになったが、最後は藤井棋聖が冷静な差し回しで勝利した。JT 杯の解説を務めた藤井武史九段が、終局後、藤井棋聖の解消をこのように話した。派手な手はなくても、一手刺すごとに確実に差が広がる、的確な手が刺さると分析していた。実際、今回の対局は特別。 菅井達也八段に握手があったわけでないとする103手の戦いで藤井九段はこのようにも話していたただ相穴熊の将棋は遊び駒があると差がつきやすいと指摘囲いから短期離れた菅井議員が負担になったとの見立てで着実に駒得を重ねた藤井棋聖の構想に対し75手目時点ではっきり先手優勢と断じたのだった 自然に自然に押していくほんのわずかな得を生かして勝ちへ結びつける差し回しがうまいと藤井棋聖を褒めたたえたここからは私の感想なのですが菅井八段も元王位の強敵なのですが藤井棋聖は相手に合わせて滅多にやらない相穴熊で圧勝タイトルを獲得しいい風格がありました永久棋士を全く寄せつけない強さ 本当に今後どうなるのか、目が離せないですね。一応となります。いかがだったでしょうか。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめましたら、評価とチャンネル登録で応援してください。よかったらよろしくお願いします。また、説明欄記載の内容も忘れずにご確認ください。